お疲れ様です。本日後半期をいただきまして、今日平日なんですけど、仕事をちょっと前半で切り上げて、今ね4時ぐらいなんですけど、ちょっと買い物に行こうと思ってまして、原宿の渋谷あたりでちょっとお店で使うメガネ置きなんかを買いに行こうと思ってます。他になんかちょろちょろっと見れるとこあったらね、行きたいなと思ってるんですけど、ちょっと行ってきたいと思います。ではでは、急な Vlog スタートです。今日は小森のブリーチデニムにブラームスのボーダー、ナイキのジョーダンのローカットを履いております。雨が降っております。仕事後のコーラ、これがいいんだよな。原宿に到着です。久しぶりの原宿でございます。雨がちょっと止んできました。よかったです。おやおや、なみかずさん、こんなとこで途中下車ですか。原宿です。さあ到着しました。お目当てのマルジェラじゃなくてね、ギャルソンではなくて、ちょっと見てこようかな。マルジェラギャルソン、シボネ行ってきます。シボネ、ここは結構雑貨類とか家具はまあまあお高いものも多いんですけど、結構雑貨系おすすめなんで、おすすめです。へい。まあ、Vlog でもね何度も出てきてるんでね、行ったことある人多いんじゃないかなと思うんですけどね。シボネですね。この赤い階段を降りた先に結構展示もいろいろやっててね、面白いのでデートとかにもおすすめでございます。じゃあね、行ってきます。なんか展示がやってますね。いかつい人がいますね。行ってきます。アリOh, baby, won't you love me? Won't
ました。お店用のね雑貨買い終えたんで、せっかく原宿来てるんで青山の方まで行ってレショップにちょっと行きたいと思います。行ってまいります。ショーツとかねサンダルとかの夏物がちょっと気になってて見ていきたいと思います。チャーチ来るか怖いんだよね。でも買いません。エルメス並んでますね。何かあるみたいです。素通りです。エルメススニーカーある。ちょっとここでね、メガネ置き見ていきます。ザラホーム。It's Golden Week。もう終わったけどね。あれ、やってないかな？やってました。結構レディースの感じですね。女性的なエッセンスが入ったインテリアが多い印象です。この鏡いいじゃん。売り物じゃないのか。せっかく青山の方来たんで、ちょっと小森見ていきたいと思います。久しぶりの小森の本店に行っていきたいと思います。レショップはね、ちょっとなんか行かなかったんですよね。なんかそんな時もあるよね。ちょっと小森だけ見て帰ります。小森の店舗はですね、もうね知ってる人も多いと思うんですけど、バレンシアガとかギャルソンのある通りをねずっとまっすぐ行きまして、大通りというかね、通りに出るちょっと手前ですね、この時計屋さんのマークが目印ですね。この建物のコレツヨーネっていうところの2階に入っております。この時計がね目印ですね。コレツヨーネの上にコモリ。この、ね、横の階段を登っていくといけるんですよね。その入り口も結構迷っちゃうんだけど、迷わないようにしてください。今日やってるような、今日木曜日なんでね、やってなかったらショックだけど、中はねちょっと撮影できないんで怒られちゃうんで、小森とか小森さんに怒られちゃうんで、ちょっと行っていきたいと思います。ここをぐるーっと行くとねあるんですよ。50行ってきます。ちょっと折りたたみ傘は横に置いておきます。やってる。めちゃくちゃいいショーツありました。気づいた時には買っていた。借ります。いやー、久々の小森の本店
いい感じでしたね。コモイのカーゴショーツゲットしたんで、購入品紹介動画お楽しみに。いい買い物ができました。ちょっとカーゴショーツずっと欲しくて狙ってて、最近いろいろ探してたんですけど、まさかコモリでね、カーゴショーツ、ちょっといきなりね、衝動買いビビッと来てしまいました。キャリバス、はい、全然ね、買うつもりなかったもの買っちゃいました。まあ、カーゴショーツをずっと最近探していて、オーシャンズとかの雑誌でね、ディセンダントのカーゴショーツちょっといいなって思ってたんですけど、コモリでね、ちょっとリネンのカーゴショーツ、めちゃくちゃいいブラックなんですけど、買っちゃいました。4万円のショーツをゲットです。まあまあ高い、でもね、超いい感じでした。やっぱコモリの本店はね、雰囲気がすごくいいですね。素敵です。買っちゃいました。久しぶりの究極のコモリシリーズやっていきましょう。